はい、どうもこんにちは。こんにちは。第4回パラタマ PABC トーナメント準決勝、快活ゆりが丘赤澤原選手 A クラス対ウップス小田切選手 A クラスとなります。解説はもうおなじみの、パラタマオーナー持永店長と、今回なんと小笠原選手ご本人にお越しいただいております。さあ、小笠原選手は第1回、第2回と連続でベスト4止まりという抜群の安定感を誇っておりますが、今回こそね、ここで勝って、汚名を返上したいところですが、もう小田切なんかには負けてたまるかという気合の空回り、ブレイクの応援から始まりましたね。対する小田切選手、前回は欠席してますが、第2回の覇者ということで、相手にとって不足なしといったところではないでしょうか。どうですか、小笠原救世医。あ、そっちじゃない方の小笠原です。あ、小笠原救世医の方のではないです。小笠原ではないんでしたっけ。はい、あのそうなんです。ハウス出ると結構言われますか、やっぱり。あの小笠原さんですか。あ、はい、言われますよね。はい、あ、毎回。いや、もうこの間もね、あのね、そう、遊びに来てくれてた時にね、はい、うちに来てた人が、僕、あの小笠原さんに初めて会って嬉しいですって言ったんで、あ、違いますって言ってました、ちゃんと。ガチで勘違いされてるってやつですね。騙してる気分になりますよね、ちょっと。ちょっと困りますね。あの、慎吾君の方にちょっとクレーム入れときましょう。はい、入れといてください。そろそろ考えろと。はい、いやいや、名字が一緒なんだけど、クレーム入れられてもね、きついよね。一時期本当にあの小笠原じゃない名字でこう出るみたいな考えましたからね。あ、そんなに、そのレベルなんですね。あ、これはもうなんかこうずっと言われ続けるんだろうな。あ、だから取ればいいじゃん。そうそうなの。そう、そういうのもありますよね。本物は俺だよってなるじゃん。はいはいはい。うん、でも救世取れませんね。いや、だって小笠原くんってあれでしょ、最強の初心者なんでしょ。いえ、違います。あ、噂のね、うん、なんかもう初心者で、初心者がまあ A クラス、まあだからレベル1から A クラスみたいなっていうわけじゃないんですか、ね、あ、そういう意味じゃなくて、じゃない。あ、なんだ、あの、生まれ持った資質だけで現在のレベルですっていう意味かと思って。さあ、小笠原選手やっと登場しましたね。ああ、来ました、来ました、はい、よかった。もう1ラス終わってますよ。もう1-0ですね。はい、ブレイクを小田切選手のためにして。そうですね、そっからですね、まず、はい、様子を見て、ここからですね。さあ、2番の振りをしっかり確認しましたね。まあ、振りというかね、これは2番入るかなって今多分見てると思うんですよ。コーナーですか、はい、2番コーナー行こうっていう確認ですか。コーナーですね。サイド多分この台だと厳しそうですよね。ですよね。ちょっとね、甘い台、甘いポケットで狙いたくないらしいんですよ、小笠原選手。あ、うん、なんか結構あの、やっぱこう、やっぱそもそもね、ストイックな感じでリードされてるんで、はいはい、なるほど。でもね、ちょっとこのね、まっすぐっぽくなっちゃったからね、気持ちの揺らぎがないわけではないはずなんですけど。これまっすぐですか。いや、サイドにまっすぐ。サイドにまっすぐになっちゃったんで、そうそうそう。ここまでまっすぐだと、ちょっと誘惑ありますね。でもしっかりこうね、自分を断ち切るように、今乗り越えたラインがね、誘惑を断ち切った瞬間です。そうですね、センターあたりに球刺してるんで、まあ、コーナー行って、押し球で、3番にポジション、まあ、転がして、でどっちに外すんですか。これ厚めでカタカタで、あのターンから行けば隠れるかなとか思ってると思います。あ、あっと、チョーカー入ってないな。入ってないですね。まあ、狙い通りが、あ、違う、3に隠れてない。隠れてないです、これブラインドしてないですね。さあ、ここはもうめちゃくちゃきついセーフティー返ってきますね。すごいですね、これはね。これ小笠原選手ぐらいだとどうやって返すか今悩み中ですよね。いや、多分当たんないだろうなと思って。あ、でもこれ当て方見てるっぽくないですか。そうですよね。どうやって返してやろうかな。これもうファールすることはないはずですね。そうですよね、はい、単調で、ね、単調でいきますか。単調、上から優しめにこう当たる感じじゃないですかね、うん、このくっついてるボールがまたブラインドに浮いてブラインドになるみたいな、そんな優しい当て方するはずですね。全然つかないですね、この人。はい、いや、じっくり考えてますね。すげー考えてるんですよ、多分今厚め、まあ、そっちか、え、そんなことある。 Z 的なやつですか。あ、分かった、これもう当たんねえわって思ってますね。
あ、そういうことクッションから3番難しく使用作戦。あ、そうですね、もう当てるの諦めてるっぽいですね。これはどういう3番に当てる、3番を簡単に仕上げたんですね。あ、そうですよね。まあ3番が狭くなったのかな。狭くなってセンター付近見ると広くなった。さあ小田切選手こうされたら、まあ、セーフティー、セーフティーいきますよね。で、あ、これがまた完璧ですね。この選択肢を予期して、あの、ここで勝負ですね。ここで勝負か。せっかくかけた9と8の間を使わないんですね。あ、確かに。これで優しく言ってファールしといて、ファールしといて、やっぱりあの作った3番に出せと。なるほど。そういうことですね。しかも小田切選手ここでまたセーフティーいきますよ。セーフティーですね。大失敗。はい、これ、これを狙ってたわけですね。あ、そういう流れか。これは狙ってるわけがないですね。小田切選手ちょっとね、ここは痛いミスですね。うん、痛いですね。ここはしっかり、しっかり当てましたね。しっかり当てました。しっかり当てました、ね。セーフ取りに来ましたね。はい、あ、隠れてますよ。どうやら、あ、ラッキー。ラッキー。あ、ラッキー。完璧でしょ。完璧なセーフティーでしょ。いや、運がいいですね。これは小田切選手当たるわけないですね、もうね。これは相当ショック受けてるはずですからね。そうですよね、精神的な余裕で当たりましたね。ごつく当たってますね。まあでもね、この3番がね、だってこの3番ってなんかすごい意図があって隠してるはずだから。ああ、もうここもきついの、きついの返しますよ、この人。これまで見えてんだろうな。いやいや、見えてないでしょ。あ、丸見えなんじゃないですか。お、いや、いや、多分隠れたんじゃないですか。隠れてますね。かもしれないですね。これは隠れてますね。もしかして間から見えてますね。カーブして引っ掛けっぽくいって、はい、はいはいはい。でしたら直でちょっとだけ当たって引っ返したみたいな。はいはい。これは見えてますね。なんなら入れもあるんじゃないですかね。入れはない。入れはないですか。お、ほら、ほら、セーフティーだ、セーフティーだ。強いけど。あれでしょ、薄く見えてたら忘れてファールがあるかもしれないっていう。全然、全然薄く見えてますね。厚く見えてますね。まあまあ厚く見えてましたね。頭半分ぐらいは余裕でありましたね。うん、で、小笠原くん的には今のは、あれですよね、小田切選手のセーフティーミスを待ってたんですね。あ、そうです、ミス待ちです。自分から隠し始めたのに、あれなんとかですね。なんですかね、これ。あ、これもミス待ちか。2球コンビミス待ち。これ2球いきます。いや、わかんないけど、入りそうだったら行くかな。だってこれセーフティーの方が難しいんじゃないですか、今。うん、これは、持田選手ミスですかね。今のはミスだと思いますです。3球で隠す。小田切選手、だって今、明らか不機嫌ですけど。ああ、小田切選手の不機嫌は定評ありますからね。なんか、ちょっと、え、違うんだけどっていう、ね、はい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 、リアクション出してくれるんで、はいはい、見てるが分かりやすいです。あ、違うんだな。何やってんだ俺的な、あの態度ですよね。小笠原選手もね、負け始めるとね、態度に出始めるんですよ。そうですか。そうなんですよ。いや、小笠原選手そんなね、態度のとこ見たことないですけどね。あの、もうなんていうか、スポーツマンの鏡って呼ばれてる男だって聞いたんですけど。ですよね、怖いね。なんで試合の時に、なんかスキッとしたんですよ。スキッとするでしょうね。スキッとして3番を外す時に、だよそれみたいな感じで、ドカッてソファーに座った姿を見て、ビカッてほっくしちゃって。あ、そんな一面を持ち合わせてるんですね。俺はあの紳士小笠原さんって聞いてたのに、やっぱりじゃない方だったのかなと。紳士でもない方の小笠原ですね。あ、別の小笠原かもしれないです。別の小笠原違いですかね。ドカッて座ったのも別の小笠原じゃない。いや、違いましたね。さすが僕です。ちょっとびっくりしましたもんね。あ、なんか、僕機嫌悪いっすみたいな感じで出てるみたいな。あれ、確か川村さんが相手の時ですよね。ここスキッとしたら勝てないでしょみたいなところで、見事なスキッと。実力負けてて、運も負けてるぞこれみたいな。あれはちょっとかわいそうでしたね。どうすんだろう。バンクいって、バンクいって3番で出す。サイドバンクか。サイドバンクではないですね。サイドバンク惜しいですね。短めに外そうとしたんじゃないですかね。長かったですね。さすがに長く外れましたけどね。ネキ欲しかったんですね。うん、ちょっとこれ長引いてますね、この戦いが、ね。はい、今のうまいけど止まるのかなって、まあ、どうなんだろう。ちょっと出過ぎ気味だけど、まあまあセーフセーフセーフ、全然OK。あら、なんか
取り切り体制に危ないね。あ、でも大丈夫か。すごいさっきまでのらりくらりと戦ってたのよ、お互い。うん、でも突然ですね。もうオープンの配置になっちゃうとこのクラスになると思うね。全然危ねえな。あー、うまいな、もうな。今のうちの6番台だったらな、全然走ってないのにな。あー、そうなんですよね。あー、入れますね。あー、素晴らしいですね。この日ほとんど小田切選手ミス数ないですよね。ミスというかシュートミスないんですよね。逆だったところで下ついて、何ですかね、リカバリも相手の人を見てるんですかね。あ、こいつだけだったら球出るわみたいな。いや、外せないなって。とか、なんかちょっと噂で安定のベスト4っていう言葉を聞いちゃってほっとしたのかもしれない。ここ以上はいかないみたいな。俺は勝ったことあんだぞっていう。そうですね、俺は勝ってるけどねっていう。確かに2回出て2回取ってますよね。すごいんですよね。僕もね、いろんな人からね、小田切選手すごいんですよ、うまいんですよ、知ってますって言われて何度も言われてきてるんで、ここでも話してるけどまだ言われますからね。あ、内田さん、小田切さんって知ってます、はいみたいな。めちゃくちゃうまいですよねって。さあ来たね、さあ来たよ。もうこれは、いや、これは目的セーフティーじゃないですか。いや、セーフティーいきますよ。これ サイドの入れって狙えない気がするんですよね、この台。あ、なるほど、もう完全にセーフティー。あ、失敗した。ちょっと今のところ小笠原選手、今かっこいいところないですね。今のところ何にもしてない。いや、出てきますよ、そのうち。もうね、すげえの出てきますから。マジですか。こんなもんじゃねえっていうところがね。別にすげえフロックとかじゃないですよ。いや、違います、違いますこのセーフティー何ですかね、この人。これちょっとでも失敗しちゃいましたね。これ失敗なんですか。あのね、本当はね、右側の長沿いの2つをね、そんなトラブらせたかったわけでも何でもないんで。あー、なるほど、うん、本当あの2つに当てずに隠した。おー、かわいい。ここに来てジャンプ。あ、このダンプ球飛ばないって言われたことがないっていうジャンプ球で飛ばなかったですね、今。多分インテンショナルファウルしたんじゃないですか。そういうことをわざと。あ、やっぱり積もる。さらにトラブルが、トラブルを崩しに行ったんですね。あ、なるほど、うん、崩しに行って、しかも隠すってやつ。そうそうそう、セーフティー正すだけじゃなくて、ね、割っておこうか。もう通知。惜しい。今日これは当てるだけでも相当価値があるやつですからね。うんうんうん、あれ、さあこれは隠しちゃった。あ、俺ね、この画面だけチラッと見た。これは隠したと思った。いわゆる単純にショートしただけ。まあ、ラインが違ったんでしょうね。あ、おっと、またあそこに仲間入りしちゃった。でももう隠れますね。もう今、小笠原選手のクラスだとね、これね、うん、どうやって取り切ろうか悩んでるんですよ。なるほど、うん、あ、これ覚えてるんですよね。どっちから当てるか、裏から見てしっかり考えた後に、それを踏まえて表に行ったら、あ、そっちから当たんないじゃんってやって縦位置したのっていう、ね、うん、これね、多分ね、あれですよ、デール際の球がいるからね、大丈夫だろうと思って。あ安心してるんだと思います。なるほど、今のところ何にも抜いてないんですけどね、うん、そろそろ外させて、ちょっとこう流れをつく。おーら、これを狙ってたわけですよ。あ、なるほど、来た。さあ、来ましたね。これは久々こう取り切れる感じの。いや、絶対取り切れませんね。久々隠すチャンスが来たんじゃないですか。これはきっちり行きたいけど、ちょっとやらしいな。これもうどうするんでしょうか。ちょっと構え直して。大沢君ってこの構えに入るぞっていう時、目細めますよね。なんで。え、全然イメージないです。今から行くぜっていう時に、こう急しごいて、さあ構えに入るってしゃがみ込む時、こう低くなるときにヒューって目を細めるんですよ。え、そうなんですね。あ、俺それ知らなかったです。獲物を狩る鷹の目みたいな。あ、急に表情、人間変わったみたいな顔しますね。そう、盲目みたいになっちゃう、全然知らなかった。うわーちょっとすごいのって、別に小田切選手のすごいとこじゃないっすよ、ヒューさん。はいはい。あ、これファールしたのか。ファールしたのか。あら、ちょっと我々何見てるんでしょうね。雑談しかしてない。さあ、ここ、今度これが来ましたね。
いや、さあ7番サイドなのか、コーナーか。でも今めっちゃいろいろ見てるけど、多分5番入るかどうかめっちゃ不安なんだと思いますよ。さあ、いや多分やっぱりサイドに出したら入んねえよなって。やっぱりサイド行きたそうですね。俺5番外す方にちょっと10円ぐらいなんで外すのかけなくていいよ。フリーボールですもんね。この状況でこれだけ考えてこのフリーボール外したらちょっと目も当てらんないじゃないですか。7番をサイドに取るための5番のフリーなのか、いや、7番コーナーだと思います。コーナーに決めた。ちょバタバタで8に出しに行くんだと思います。そうですね。おお、入れた。でも明らかに振りを間違えました。本人がっかりしてますよ。ほら、すごく振りに行ってるじゃないですか、5番。これは、あ、そういうことか。最初からサイドだった手で今動いてますよ。いや、これはサイドになっちゃったな。なっちゃったなですか。まあだからこれ2で出すのかな。絵に描いたようにがっかりしたかったね。1ですね。ワンはだって振りがきつくなりがちだから怖くないかな。大丈夫かな。これサイド行きますかね。あ、やっぱ振り的にサイド2の方が良かったんですか。あれは2の方が近づきやすかったんじゃないですか。ああ、じゃあコース知らないから選べなかったんでしょうね。ですね。だってめっちゃ際どい。今もほんの少し振りが違ったら選びたくなかったですよね。そうですね。あれがなんかちょい逆ですとかなったら最悪でしたね。ね、まあ、でもこれもうとりあえず1点返して、うん、そうですね。でこれもうスキップでいいんですよ、皆さん動画の。あ、ちょっと待ってください、すいません、動画スキップしましたから戻ってきてください。ごめんなさい、ね、終わったと思ってました今。終わってなかったですね。ちょっとまだ全然終わってないよ。サイドの入れ厳しすぎて振りとか見てなかったでしょうね。いや、だって8番はでも8から9はそんなに駅じゃないよ。ヘノジラッキーからめちゃめちゃ強くついたんですね。いやー、でもナイスですね。素晴らしい。入れますね。入れましたね。ノインを踏まえてどうノインするかですよね。あ、入れた。入った。で、スリーポイントルールが、スリーポイントルールが、あ、これはセーブですね。あ、取り返しもある。これはいいんじゃないですか。めちゃくちゃいい配置ですね。あれ、2の右、88ですかね。あ、じゃあ2を厚く取れば OK ってことですね。1から2。そうですね。3番はサイド前のやつなんですね。3番、3番あれ7番じゃなくて7番か。何番だろう。これちょっと色が弱いから分かんない。僕は色弱いんですよね。まあまあ、でもこの所作を見れば分かるでしょ。まあまあって言っても、でもまあまあ4番が2の次4の方が嬉しいですよね、配信的にはね。あ、そうですね、そうですね。2の次、ストップでいい、センターそばのやつだと。はい、ナイス、ほら、ナイス。あ、これは、こっち振りにしてるってことは、4じゃないんですね。最後、はい、センターそばのやつですね、多分ね。これで4だったら、ちょっと1番リーチしたってことになりますね。はい。4番に出すわけがないですね。3番に出すに違いないですね。どっちでしょう、ここはあんまり動かさないですよね。あ、綺麗にスルーした。あそこね、センターにあるの7番だと思うんです。多分4番に出しましたね。っていうことは、まあまあ、でもほら、8に当たる振りにするよりはマシと思って出しておきますか。あ、そうかもしれないです ね。これめちゃくちゃ中途半端ですね、うん、ちょっとこれ嫌ですね。弱くもつきたくない、強くもつきたくないみたいな、なんか切り返しちゃいそうな勢いですね。これなんか外すんじゃないですか、こう考えると。あ、いやー、入れた、うまい。ほら、ここマス割りじゃないですか。もうマス割りですね。あ、なんでみんな最初からマス割りって言わなかったんだろう。これだってもう5番をカタカタするぐらいじゃないですか、あるとしたら。あ、いや、もうこれはもう覚えてます。本当ですか、はい、玉触りのこれ見て、しました。あ、これ意外と強くつけるんじゃんっていう風に確認し直したんですよね。あー、なるほど。弱くつきたくなかったんで。2クッションじゃなくて、多分2クッション、今2クッション狙って構えて、あ、なんか9ちょっと立つから強めにつこうって思ったら、上で強めにつこうかなって思ったんですよね。おお、でもセンター付近まで出ちゃってもまあいいでしょうみたいな感じで言ってるはずです。なんか上の方が結果的に弱そうですけどね、ショットとしては。で、外すんですよ。そうですね、5番が一番外しそうですもんね。なんかちょっとなんかあのシーンってなるのやめません。これショックだったんで、めちゃくちゃここは兆候ですね。ちょっと穴前すぎますからね、隠れてる
と思うし、うん、だから引っ掛け回しして多分引っ掛け回しがなかったんですよね、これができなかったのかな。多分カーブすると引っ掛けできるけど結構6番遠いしみたいな感じだと。なんかそしたら上から行って近く行くんです、ね、ターンから引っ掛けして4当てて、5当てて超ターンで7、9枚だけ。あ、うまいな、もう。まあこれができるならこっちの方が安心できそうですよね。めちゃくちゃうまい前提で、そうですよ ね、 ね、しかも外してくれないっていうね、簡単に、うん、いや、すごい止まっちゃいますね。困りましたね、マス割りだったはずなのに。マス割り配置ではありましたよね、うん、なんか、ふと4番決まった後に割りに帰ったみたいな感じに見えちゃいますよね。マス割りがかかってると思ったら緊張してミスっちゃったみたいな。おあ、これちょっとやっちゃってますね。さっきの僕のやつよりちょっと嫌ですね、手玉が多いさっきの、さっきの小笠原くんの8番の方が入れるの簡単だったけどね。さあ、3-2のはずが3-1になっちゃいました。なっちゃいましたね。これ次こぼすともだいぶ辛いですね。とりあえず突かしてほしいですね。そうですね、突きたいですね。なんなら簡単な球を突きたいですね。なんかあの、あっていうミスからね、あ、残り3、4球ぐらいのちょんちょんちょんみたいな、あが、おっと、あー来ましたよ、だがしかし抜けがむずい。あんか来たんですけどね。うん、まあそんなね、簡単な球は来ないということで、自力でなんとかしてくださいが失敗してしまったが、先玉大成功なのかなっていうか、9番ね、こうやって9番これサイド、サイドはなさそうですね。ないですよね。うん、ないですね。これもあれですか、小田切選手のシュートミスマッチみたいな。結果的にはそうなりますね。これ多分、ほらほらほら、来た来た来た、あの、多分やったって思ってると思います、うん、なんか、あ、これ9番つかせればいいやみたいなね。9番どうするかな。多分9番この位置にある限り俺のではないんだよなとは思ってるの。すごいな、小笠原君痩せちゃうよ、こんなに歩いてたの。何を考えてるの、めちゃくちゃ歩いてました、ね、まずは綺麗なストップショット、ストップショットしましたね。でもね、まあこれを撮ってる時、僕あの41ちょっと先日出まして、あ、うん、で、うん、はい、ちょっとね、見てたんですよ、まあ待ってる間、試合中に。はいはい、あれ、41もですか？いや、違う、41の試合の時って、相手がずっとついてるから、ずっと待ってるじゃないですか。で、キョロ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 周り見てたんですけど、みんなめっちゃ歩くんですよね。あ、そう、うんうんなって、うんうんなって、もうシャッシャッシャッってすり足の音がすごい聞こえるんですよ。ほうほうほう、うん、もう、多分みんな運動してるんだと思います、あの時。スッスッって動いて、多分消費カロリー上げてるんですよ。あ、いやー、おー、なんで小笠原君にプレッシャーかからないように違う話してたのに。ちなみに持永さんはあんまり歩かないんですか、はい、41の時。まあ、僕があんまり歩くとボールの配置が揺れるって言われてクレームが入ったら困るんで。近くを通ったせいでボールが揺れたじゃないかとか言われたら困るじゃないですか。だからあんまり動かないんですね。そう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 、へー、静かな歩くと山のごとし、くしゃみですね。え、これ何、6番、あ、6番か、あれ6番ですね。で、小笠原くんはこれはどういう手法だったんですか。しめしめ9番がつかせるぞ、ワンチャン9番抜いてくんねえかなって思ってるでしょうね、うん、まあ、あの9番難しいですからね、この根気次第ですね。さあ、どこまで厚く出せるのか、そっちなんだ、絶対、あ、そうそうそう、それは思ってました、うん、これフット側出すんだろうなって思ったら、うん、フット側にしか出すように見えないんだけど、これ実は球1個分ぐらいサイドに奥なのですかね、てか半個とか、うん、半個ぐらいはだったかもしれないですね、うん、さあ、これで4-1。うわー、なんかさっきマス割りしてたら 2-2 だったのにとか言ってたら4-1です ね、 ね、なんか多分これ、これ映ってないけど、小笠原くんもあれですよね、ソファーにダラーンって立ってますよね。いや、多分きちっと座ってると思います。あ、きちっと座ってます、はい、本当ですか、は
あ、多分あの小田切選手、僕もあ、ほらほらほら、来た来た、はい、チャンス到来。2球しか見えてないんじゃないですか。あ、そんなことない。何をするのかは分かんないけど、2球ではなさそうですね。ほら、うまい。おー、うわー、す、これ水が死んだ、球に当たると思った、当たんなかった。多分これ確か球に当てないために強めに押したんですよね。あ、そういうこと。でそしたら、うん、ドソッとなったんですよね、力加減が。で、なんかこう普通に押したら強めに走るよ。はい。はい、あ、もうなんかこう手前タンクッションまで欲しいぐらいの力加減。あ、押しカーブがギュッていく感じになって、ええええ、でそしたらコースが単調、単になると思ったら、はい、なんかただ単調コーナー、単調コーナーでしたね。これなんかね、いや、うまー、入れていくんだよなと思った。結構嫌な振りにしたって、嫌な振りにしたよね。中途半端な振りだったように見えたんですよね、これね。でもなんかああやって外しそうを外してくれないと、自分がつくときどうしたらいいんだろうになりそうな気がする。そうですね、今のところなんかずっとこううまく詰まってる感じですよね。なんかね、無理せず入れてる感じが。さあ、リーチとっちゃいましたね、小田切選手。もうちょっと頑張りたいですね、小田切選手ね。だってね、もうこうなったら、うちの店来たら、まあ、ベスト4を3回と1コケ1コケですね。だって俺、知ってます、ウヒロさん。はい、この日朝、はいはい、あ、僕今2連勝中なんですよ。え、それ言ってないです。それ言ってないです。聞きました、聞きました。僕、はい、マジで直近2連勝中でみたいなことを、はいはいはい、それは本当になるおっしゃる方が、はいはい、やめてもらっていいですか。別々でいたんですよ、はいはい、一人はあの今話題の王さん、はいはいはい、でもう一人、あのなんかあのちょっと先日僕がクラシックでやられたあのK さんっていう人がいらっしゃるんですけど、K なこさんですか。そう、K なこさんはあの中でも自分でおっしゃったんですけど、一コケか優勝か。そしたら王さんも、僕も一コケか優勝なんで、僕一回勝ったってことは僕勝ちですねって。それ無から作ってるんですよね。無からじゃないですよ。 K なこさん納得しました。ああ、じゃあ今日は王さんの優勝かって。大違いでしたけどね、うん、全然やっぱりベスト4みたいなっていうこの圧をかかー、大丈夫、もう今ちょっとでも振りすぎるともうやだくなってそう。あ、これあの4から5出ないなって思って、え、うん、4から5の出し分かんなくなっちゃったんですよね、この時。まあ、3へのつなぎがよっぽど良くないと嫌だっていう感じだよね。はい、だから多分今あの勝つために作るんじゃなくて運動とかしてると思います。あ、なるほど。ね、素振りして、素振りして、ま、今めっちゃため長かったよ。今すごい待ったけど大丈夫ですか。いや、これもう運動なんで。運動なんですか。勝つためについてはちょっと良くないな。ちょっと良くないな。運動か。エクササイズ。なるほど、うん。ちょっと新しいジャンルです。いや、勉強になります。右腕ちょっと長めに伸ばしたかったんですよね。あ、なるほど。筋繊維プチプチ切れませんでしたね。あ、超回復を狙ってるんですね。そうですね。なるほど。筋トレか。これ近いけど、エリアあるのかな。セーフティーですか。うん、セーフティー。いやー、入れたー。もうなんか、またそこ。おー、毎回ここ。なんかそこばっかり。あ、でもこれサイドありそうですね。おっと、これはな、どうなんですか。どこに。あ、これは入れが。入れがどうなんだ。ありそうな気がする。ギリギリあってもいいですよね。あ、これ入れありますね。なんかもう入れ狙ってる雰囲気じゃないですか。はいはいはい。地方は何すんの。セーフティーじゃないの。え、あ、強い、セーフティーだ。セーフティーだ、なるほど。あ、今だって振ってる感じがもう強くつくスピードだったし。あ、これ完璧じゃないですか、いいんじゃないですか。なんかこう4から6の球に出すようなショット加減に見えなかった。さあ、隣の台では準決勝、高橋選手と川村選手、高橋選手、勝ったようですね。そうですね。そう、なんか、ね、あっち大逆転だったんですよ。なるほど。そう、なんかもう途中まで完全に川村選手の勝ちムードで、うん、しかもちょっとミスってるんだけど勝ちムードだったんですよ。なるほど。で、あ、ゲームボールだと思ったら外しちゃってからまくりが始まっちゃって、はいはい、
そうそうそう、小笠原選手の決勝の相手が隣の台で決まっているということですね。そうですね。さあ決勝の相手が待ってる中、待ってる中とりあえずロングに残して、よし来たね。よし来た。もう今度こそ来たよ、もうこれ。小笠原選手といえば構えとか、ね、ルーティンがピシッと。あーあー、入っていない。しばらくセリフの間まで待ってほしかった。もうちょっとだけ我慢してほしかった。全然早くやれなかったですね。ああ、ここはシュートなかったのかな。ルーロンとかセーフティーなのかな。これセーフティーをセーフティーなんだと思うんですけどね。さあここのセーフティーをセーフティーが、セーフティーが甘、完璧な丸見えですね。もう一回9番に託したのかもしれないですね。そうですね。多分前回その賭け負けれるんですよね。9番はいい加減にしろよって言ってると思いますよ。そろそろ俺に頼るなと。ちょっとこれはそろそろまずそうですね。そうですね、今小谷選手リーチですね。まずそうですね。これ入れられたらもう、うまなんかホームテーブルみたいな入れ方するな。うん、今の入れ方すごいですよね。小笠原くんさあ、わーっとこれ抜いて来ましたね。来たー、これが欲しかった。ここからか、はい、最初からこれが欲しかった。ここから来ますよ。なるほど、大逆転。もうゲームスタート時からもうこれしかもう待ってなかった。さあ9番これサイドがないですね。すごい一生懸命見てますよね。いや見るでしょ。サイド合ってくれみたいな。もうないの分かっておきながらもう一回見たんで。これは9番の下側にだ、手玉下側に出しますか。フット側ですね。フット側に出します、ね、上側ですね。あ、なるほど、うん、なんかちょっとへの字みたいな感じに出てくれたらなんかこうコーナー行きやすいなって思った。直引き焙煎で、ああここ完璧じゃないですか、完璧じゃないですか。ギリギリ狙えるみたいな感じですね。さすがですね。これはね、これはだってさあ反逆の小笠原。だって A クラスですよ。いやいやもちろんですよ。そんな当たり前じゃないですか。抜くわけがないですね。抜くわけない。誰か抜くわけがないですね。抜くわけないですね。これは振りじゃなく本当に抜かないよ。でも今2ポイントぐらいに入りましたね。だいぶ甘えて入りましたね。良かったですね。うん、今多分ギリギリ許してもらえたんだと思う。そうですね。あ、チャンス。どうだこれ、取り出し1番。取り出しないの。これは隠れた。微妙なところだと思います。もしかすると隠れてないかもしれないですけど、入れは寒かった。でもあ、ここはプッシュアウトですね。いや意味わかんないです、プッシュアウト。何それ、どういうこと。あ、おっと、あ、4番は名前にしようと、名前っていうかサイドのなんか際にしてまた厳しくしようとしたのか。あ、なるほど、それがあの前にしては大失敗じゃん。あの前になったっていうことですね。普通に入れがあって普通に敵が出る球じゃないか。なるほど。あ、何を考えていたんだ。突きづらになった。あ、これが何ですか。これを狙ってたんですね。なるほどね。多分小竹選手もう負けねえやみたいな感じになってますよ、ね、多分こいつに負けることはないなみたいな空気感なしに言ってますよね。いや、ここであの穴間の4番聞いてきますよ、うん、いや、これその3番トラブったんじゃないですか。3球くっついてるんですか、3球が、うん、3球がね、なんかね。だって小笠原君こういう時ってまだ決まってない時とか、もう行くしかねえ、頑張れ俺、頑張れ俺って時にいっぱい至極でしょ。あ、それありますね。あの、もうさすがに時間的につかなきゃいけないけど何すればいいか決まりきってねえんだよみたいな時ですね。ああ、なるほど。うわなんか上手い人っぷら出方してきたけど自分も玉腰になった。どうしよう。あれ、しかも入ってない。入ってないんだ。いや入ってない。ああ、なるほど。え、ってかこれ、あ、危なかったじゃない今。だって割ってあげただけになるとこだったでしょ。あ、もう割ってあげただけです。これを狙ってたんじゃないですか。これを狙ってたんじゃないですか。だから4番サイド前なんだ。そうなんですよ。ここで生きてくるんですね。ここでアウトが生きてきた。そう、ここで生きてくるんですよ。じゃあもうこれはこの振りまで覚えてますね。4に対して振りまで計算して。まだでも振ってますね、振ってますね。不安そうですよ、すごい。もう一回ちょっと振りましょう。完全に決まってない人の所作になってきてる。一回
よっぽど暑いのかな、回した方が安全なんだけどな、なんか8号の間からでもできるしな、ストップでもいいのかなとか、あ、そうか、完全にストップ狙ったんですよね、うん、あ、急遽出てますね、はい、で、よっぽど流れて、はい、ん？ん？これは隠れてますね、隠れちゃいましたね、隠れこんなことなら回しときゃよかったって思ってるとこですね、これは。あ、まあ、回したら逆振りの4番になりそうですもんね。そうなんですよね、まあ、でもこれよりは絶対いいんで、うん、絶対いいですね本当はもっと下ついて、あの下側に、てか、あの横に流れてほしくなかったんですよ、多分完全にストップできるってだったんで、あ、そういうことか、まあ、あのちょっと当たりしたら8側の8側っていうか、今行ってる側の方に手玉が流れうる球だったから、なるほど、多分殺して止めようみたいな、ちょっとこう小賢しくやってしまったみたいな時ありますよね。ここいったね、あるいは福田さんをリスペクトしたのかもしれないですね。人のせいにするの？人のせいにしちゃうの？福田さんって福田豊さん。あ、そうなんですね。1回戦で完全に同じミスしてましたね。完全に下が全然届いてないミスしたんですよ。あ、やってましたね。うん、おお。隠れそう。全然隠れない。いやこれちょっともうノーチャンスじゃないですか。これは終わった臭いです。でも近いところ通してきましたね。ね、なんか俺遠い穴狙うかなと思った。右下コーナーにでいいやってやるのかなと。ショットしちゃった。さあ力加減は完璧ですね。いや多分まだワンチャン待ってると思う。まだあるかな。まだワンチャン待ってると思います。もうワンチャン。さあ、小田切選手、これをチャンスを回してあげられないですね。小田切選手、おめでとうございます。さすがです。はい、ということで、安定の今回もベスト4、ベスト4ということで、磨きをかけてますね。今後もたくさんベスト4と入れると思うので、よろしくお願いいたします。でも僕なんか先日のこと、なんか優勝3回、準優勝1回、3位対1回、直近5試合はこんなもんっす。あ、僕も見ました、はいはいはい、ね、そんな方がいらっしゃって、いましたね、別のさん、なんか普通の、普通これぐらい、まあ初心者だってこのぐらいは できますよねみたいな。まあ僕も初心者の部類ですけどね、なかなかそこまではできないですね。初心者にも幅があるんだ。なんだろうな、小笠原界では初心者っていうのはそのくらいあるんだろうな、うん、そうですね、まあそうですね、小笠原、小笠原ってなってた瞬間ね、もう片一方は救世医ですし、救世医が普通みたいな。あ、そうですね、まあ次回、はい、もし大丈夫であれば、はいはい、ぜひ出ていただいて、はい、あ、そうですね、はい、次回の活躍も期待したいところですね、はい、今のところ、はい、ベスト4、ベスト4を1個系ベスト4です。なるほど。なので、もし小笠原選手に準決勝で当たった方がいらっしゃったら、はい、安心してください、勝てますよ第5回以降の小笠原救世に期待ということで終わりたいと思います、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。